皆さん、こんにちは。こんにちは。ピンカンの清原です。今回はですね、D&M のですね、ピュアオーディオの視聴室にお邪魔して、ダリのですね、オプティコンの2と6、ルビコンの2と6、そしてエピコンの2と6、そして最後にエピコア、この7種類のスピーカーをですね、ご紹介していこうと思います。で、今回ですね、シニアサウンドマスターのですね、沢田さんにお付き合いいただいております。沢田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、通常、B&W をこの部屋で撮ったこともあるんですけれども、同じ装置、同じマイクセッティングで、撮影しようと思いますので、B&W の YouTube とですね、合わせてご覧いただければ、B&W と、ダリのですね、音色の違いなどをお分かりいただけるかなと思います。はい。ということで、沢田さん、ダリというメーカーについて紹介していこうと思います。はい、まず、ダリという名前の由来なんですけど、はい、これは。このダリ、DALY というのはですね、デーニッシュオーディオファイルラウドスピーカーインダストリー。はいはい、つまり、デンマークのオーディオファイル向けスピーカーを作ってる会社っていう。はい、まあ、そのままの。おひげの人じゃなくてね。そう。ダリさんじゃなくてね。はい。はい。はい、なるほど。はい。ということです。はい。で、実はですね、はい、今から41年ほど前に、はい、ですから1983年、はい、このダリーの親会社というのは、はい、その北欧で、はい、オーディオの輸入元と、はい、まあ、ディストリビューターですね、はい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 、それとそれから販売店チェーンを持ってたんですね。はい、で、そこの会社がデノン・マランツ B&W と、はい、まあ、主力、そういったものをまあ販売をしてたんですが、はい、それに加えてアメリカ、まあ、カナダの NAD、はい、それからサービンベガ、アメリカの、あ、サービンベガありましたね、結構派手なスピーカーですね、うん、はい、で、その北欧の会社が、ええ、まあ、オーディオを売るのに、はい、まあ、特にエントリークラスの場合は、はい、コンポシステム、まあ、システムを組んでね、展開をしていくのが売れていくんじゃないかということで、はい、NAD とかにスピーカーをね、はい、ヨーロッパ向けの小型スピーカーを用意したらどうだと提案をしたら、はい、じゃあ作ってくれと。なるほどそれで、じゃあスピーカーメーカー作ろうみたいな話から始まったので、うん、最初は自社ブランドのスピーカーの製造からスタートしたんじゃないんですよ。なるほど。まあ、自分たちで販売をしているシステムを構築するためのスピーカーをね、うん、そのエレクトロニクスのブランドを付けさせていただいて、うん、用意を始めたと。なるほど。でもそれはほどなくして自社ブランドを起こそうと、まあ、セット販売だったんですね。最初はセット販売だった、ね、それがまあ非常にうまくいったんで、はい、あ、これは私たちにもスピーカーのいいものができるだろうということで、もう数年後にそこからまあオウンブランドをスタートしたんですね、はいはい、というようなことで、例えば B&W も扱ったりしていますので、はいはい、今に至るまでですね、はい、よく知ってます、はい、ですから間違っても B&W みたいなものは作らない。間違まあ同じものを作っても仕方ないですね。そうなんです、はい、B&W も売ってます、はい、自分たちの支援で食い合いしますもん、ですからね、はい、そこをね、皆さんに言いたいのは、うん、よく知っててスピーカーを作ってるというところがね、うん、なるほど。だから B&W は、うん、ダリと被らないというか違うものであるということですね。そういうことです、はい、で、私はB&W で皆さんにこういう形でねご紹介することが多いんですが、はいはい、実は随分前からダリの人たちってよく知ってまして、はい、なぜかというと B&W、まあ、30年近くのお付き合いの中で、はい、ヨーロッパでディストリビューターミーティングとかやりますと、うんうんうん、誰の人たちが来てんですね、うんうん、ディストリビューターだから、うんうんうん、だからなんでこの人たちがいるんだろうと思いながら、うんうん、まあずっとお付き合いをしてきたということがありますね、うんうん、はい、比較的そうしたらメーカーの成り立ちとしては、うん、例えばスピーカーを作っているところがあって、うん、まあ一般市場に、はい、商品を作ったというのではなくて、うん、一般市場の需要を受けてスピーカーを作ったという、ね、はい、だから流れ的にはちょっと逆ですね。そうです ね、うん、ただまあやはり自分たちの思うところのスピーカーというのが、うんうん、やっぱりヨーロッパの中にはなかなかぴったし余るものがないので、うん、じゃあ自分たちで作っていこうということで、うん、まあ徐々にその自分たち の、 そのオリジナリティというのをね、うん、固めていって、まあ、今に至るストーリーになるわけですね、うん、まあちょっと話それますけどね、はい、一品館自社ブランドでエアボーというのがあって、はい、これまさしく成り立ちとしては、まあ、
ダリとは全然規模が違いますが、うん、似てて、やっぱりお客さんのニーズがあって、うん、自分が販売したいものの中にそのニーズを 100% 満たせるものがないので、ちょっと自分で作ってみたみたいなものが野望なんですけど、はい、ダリもなんかそういう感じですね。もともと置いた気がそうです、ね、はい、あのディストリビューター、要は販売店やその卸元があって、自分たちが売るものの中にお客さんの 100% のニーズを満たせるものとして作ったっていう、うん、はい、まあそういうふうなスタートで、ね、まあ今41年目になるわけですけども、うん、はい、やはりあの徐々にあの拡大をしていって、うんうん、でファンも増えてですね、うん、でやはりあの最初の頃は、うん、あのドライブユニットは発注をして買ってきたり、うん、でキャビネットは、うん、キャビネットメーカーさんにお願いをしたりっていうふうにまとめてきたんですけども、うん、やはり自分たちのものをきちっとやるためには、うん、自分たちでその、うん、キーになるパーツもね、うんうんうん、あるいはキーになるパートも作っていかなければいけないということで、徐々にドライブユニットを内作するようになったり、から近年、まあ去年ですけどね、あのキャビネットメーカーを手に入れたりですね、ですからまあ徐々にこう内作率を上げていって、まあ今に至ったわけですね。まあでもあのメーカーの成り立ちとしては、あのマーク・レビンソンとかマランツとか、マッキントッシュとかね、はい、あのオーディオの黎明期のメーカーってみんなそうでしたよね、はい、あの市販のパーツを集めて作ってみたら、はい、すごく良くて評判ができて、それがこうメーカーになっていったという、結構似てます ね、 流れですね。そうですね、であれもね、まあ、ですからそのいきなりどっかで、うん、あのこうジャンプをしたとかね、うんうん、あのいきなりその例えばそのバックがガチャッと変わって、うん、あのすごくその拡大戦略を取ったとか、ね、うんうん、そういうようなことではなくて、うん、まあ、実に地道にうん、自分たちの行く道を、うん、まあ、確実に素晴らしいですね、あのステップを踏んでいったというブランドになりますね、はいはい、ではあの今回聞いていくスピーカーの概略ですね、はい、あの総合的な概略を説明していただければ、はい、その、そのシリーズの立ち位置みたいな、はいはい、一番下にスペクターシリーズがあって、オペランシリーズがあって、オプティコン、うん、今マーク2ですね、はい、でその上がルビコン、ルビコン、そしてエピコン、はい、で昨年エピコアが出てきたわけですね、はい、で一番上がコア、はい、そうです、はい、で今回はその下から2つ目は、はい、昨年、はい、一品館の方で、はい、聞いてみたので、はい、その上を、はい、まとめて今回聞かせていただこうということで、はい、オプティコンからですね、はい、でオプティコンマーク2、それからルビコン、はい、エピコンですね、はい、でこれは内容的には、はい、非常に明確なステップがあって、はい、でまあ、今日聞いていただくのは2と6ですから、はいはいはい、ブクシェルフと、ブクシェルフの代表的なもの、それからトールボーの代表的なものなんですけども、はいはい、一番大きなポイントというのは、実はその先ほどご説明したダリの歴史の中でですね、うん、ドライブユニットの内作っていうところに関わってくるんですけども、はい、ウーハーパートで、はい、ダリは今世界的に特許を持ってるんですよね、はい、それ SMC っていう、はいはいはい、歪みの少ないマグネットですね、低歪み磁気回路、うんうん、まあ鉄に変わるものなんですが、うん、電気が全く流れない鉄っていうね、う、まあ、そういうものを使ってるんですが、2012年、失礼しました、はい、2012年にエピコンが出たんですけども、うん、その時にその技術を作ったんですが、なるほど、はい、でその何年か後に、うん、ルビコンが出て、うん、そのまた何年か後にオプティコンが出て、うん、オプティコンは今マークスに変わってますけどね、うん、でそれはどういうことかというと、うん、その SMC という技術をほとんど理想的に組み込んだものが一番最初のエピコン、うん、エピコン、うん、でその独自の技術を組み込むということは、うん、ドライブユニットを外に作らせることができないので、なるほど、内製、内製化を一層大きく進めたということになるんですよね、うん、でその次はルビコンで、うん、それは独自の磁気回路っていうのはお金も手間もかかるんですが、うんうん、それをいかにその下のシリーズに消化をしていって入れていくか、うんうん、でルビコンでいくらかこう特性を犠牲にしないで簡略化したものを、まあ、開発してね、うん、導入して、うん、でその後さらにもう少しリーズナブルにできないかというものをまた開発をして、うん、落とし込んだものがオプティコンですよね、でその下には使われてない、オベロンまでは入ってます、オベロンまでは入って、オベロンまでは入ってます、うん、まあだいぶ簡略化されてますけどね、うん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 、またキャビネットに関しては、はい、一番上 の、 エピコン、ね、そうですね、キャビネットがやっぱり結構コストがかかる、コストがかかりますからね、はい、で一番上のエピコンの場合は、うん、まあ、いわゆる水滴型断面、まあ、カーブにすると高くなるん で、ね、ふんだんにカーブを使ってるんですね、
はい、でこれ、まあ、非常に手の込んだお金のかかったキャビネットですけども、はいはい、それがルビコンになると、はい、あの前後のバッフルが、まあ、いわゆるラウンドした格好になって横は、横はフラットだと、うんうん、で一番下のオプティコンになりますと、はい、あのまあ、いわゆる四角い V カットで畳んでいくという、ね、ね、はい、まあ、そういうキャビネットになっていく、はい、なるほど、まあ、そこはコストにそのまま反映しているということになりますね、はい、まあ、今日ご視聴いただく3ランクですけども、一番上はエピコンですね、はい、でこれご覧になってお分かりのように、いわゆる水滴型断面というか、リアザダブルと一緒ですね、はい、ただこれはあの積層合板で作ってるわけではなくて、はい、厚い MDF の板を外側を R カッターでラウンドを作って、はい、で突き板張りにして、なので値段がお安くできるんですね、うん、ビアノダブルみたいにあの積層板使うとさらに高くなるんです、ね、もうすごい高く、ね、一番上のコアだけ積層板ですけどね、はい、エピコアはどうですか。エピコアはこれと同じ、うん、エピコンと同じやり方です、はい、でこれが次 の、 あの、ルビコンですね、はい、でルビコンをご覧になってお分かりのように、前バッフルと後ろバッフルが R がついてるんですね、はいはいはい、で両サイドはもう平行面、はい、まあ、でもあのドライブユニットがくっついてるバッフル板っていうのは非常に重要なんで、まあ、ここにあえてその断面が連続的に変わっていく、ね、はい、まあ、こういう R 断面のものを使ってるんですけども、うん、まあ、その分手はかかってる、うん、ただ水滴型ほどはコストはかかってる、ね、あの、はい、結局この平行面を作ると、ここの、 あの、うん、反射があってね、はい、あの音があのここであの特徴的な周波数が盛り上がったりするので、はい、うん、一番高いのはそうならないように、そういうことです、ね、全部曲面になって、これはまあコストの都合でこことここは平面だけど、うん、こうなって、はい、前をあのラウンドにするのはやっぱりこう、はい、音出た時にここで解説するんでね、はい、そうですね、あのラウンドバッフルっていうのは今やっぱり、うん、あの高音質にする場合の、一番ねポイントになってくるんで、前はラウンドにしてると。でバッフルのね強度がね、やっぱり、ね、連続的に厚さが変わってくるやつって、ね、違うんですよ、はいはいはい、1枚の同じ厚さの板ですね、はいはい、まあそれが結構ね、うん、効いてて、うん、例えば今の B&W700S3 あたりもそうですよね、はい、いや本当に変えましたですよ、はいはいはい、変えました変えました、あのコーナー反射というよりがそのバッフルの強度なんです、うん、で、 最後は今ここにある、ね、まあ、四角い箱ですね、オプティコンね、はい、オプティコン、あとですね、うん、あの今日聞いていただく、うん、まあ、2と6ですね、うん、で2はあのブックシェルフですよね、はい、で6は、まあ、横にこう持ってきましたけども、はい、あのダブルウーハーで、はい、ツイッターがあって、うん、リボンツイッターこれ4ついてるんですね、うん、もうどれも今日聞いていただくのは同じ構成なんですけども、はい、これはこれ誰がみんな共通してるんですが、各シリーズ共通してるんですけども、うんうん、この6番というのはうん、この上側のウーハーとドームツイッターの2ウェイ、うん、この横にある2ウェイと一緒ですよね、はいはいはい、で実際はこれトールボーイですけど実は2ウェイなんです、うん、これがもう基本なんですよね、うん、それに低い音だけウーハーを足してる、はい、高い音だけリボンツイッターを足してる、まあ、サブウーハー的なものとスーパーツイッター的なもの、それが全てのダリの各シリーズの6番、うんうん、ですからベースはここの2ウェイなんですね、うん、そういう構成です。でドラムユニットは4つついてますけども、はい、これが 4way できちっきちっと分かれてるわけではなくて、うん、あくまで基本は 2way で、うん、でそれにウーハーが足されてスーパーツイッターが足されてるという格好ですね、うん、はい、あのこれですか、ネットワークちょっと詳しいこと聞きますけど、スーパーツイッターが6デシぐらいでダラダラ切れてる感じですか、はい、これ12です、 12です。これウーハーの上は6です、6ですか、はい、でこのリボンツイッターは、うん、あのこのドームツイッターとクロスオーバーしてるわけではなくて、うん、被ってるんですね、ドームツイッターの上に被ってる。だからこれはだからハイカットしてない、うん、してないです。あ、これは伸びたままで、はい、さらにあの12デシで下が切られたものが、はい、これがつながってるってことですね。そうですね。でこれも出放し、そうです、これも出放しで、さらにあるところの低いところからこれが低音を補助してくれるっていう。なるほど。で何が言うにはですね、はい、あのまあ、これもついでにお話ししてしまいますけど、はい、この、 あのクロスの切れのドームついたですね、はい、これ実は単体でもあの F 特は地方攻撃は 30キロ以上きます。そうですね、はい、でじゃあこのリボンついたはどのぐらいまで地方攻撃いくかというと、やっぱり30キロフェルスぐらいです、うん、だからあの地方攻撃の伸びは、ね、うん、あの別にそんなに差がないんですよね、うんうん、じゃあなんでスーパーツイッターを乗っけてるかというと、うんうん、
この後継のドームツインターが、うん、あの超高域を出していくときに、うん、10kHz ぐらいから上はもう指向性がほとんどなくなってビームになりますね。まっすぐしか行かないですよね、うんうんうん、でそれに対してリボンツインターはこれはまあ縦長ですけど、うんうん、縦横比の逆の指向性パターンを持つんですね、うんうん、要するに横が広い。なるほど。上下が狭いですよね、うんうん、ですからこのドームツイーターがその超高域は出るとは言っても非常に指向性が狭くなってしまうので、それをカバーするためにリボンをつけてる、はい、ということですね。まあ、このあたりが全然一般的なスピーカーメーカーと考え方が違いますよね。そう、はい、なんていうかな、聴覚重視というか、はい、理論よりも現場重視みたいなね、はいはい、なんかそれはなんかもともとそのダリが現場から立ち上がってきたっていう成り立ちにちょっと似てますね。そうですね、うん、それからまあ彼らは決してその硬い素材の振動板を使わないっていうね、うんうん、まあウーハーはパルプですし、うんうん、ついたドームついたのはクロス、まあ、切れてですね、金属使わないんですね、金属、まあスーパーついたのはフィルムですけどね、うん、ですからいずれもその金属的なものとか、まあうんうん、非常に硬いものっていうのは使ってる。でうまくそのなんて言いますか、うん、ベンディングっていうんですかね、しなやかに音を出していくというのをコントロールしていこうという考え方です、ね。まあ割とこう質実剛健な B&W に対して、うん、こう柔和でこう、はい、しなやかなダリの音の違いが、はい、もうこういうとこから、はい、生まれてるということなんですね。はい。でここの、ドームツイターなんですが、はい、これはまあ彼らは一貫してこのキレのドームツイーターを使ってるんですけども、うんはい、やはりさすがにキレの選択っていうのは非常にこう彼は経験を積んでまして、なるほど、今非常に軽いものを使ってます。うん、もう驚くほど軽いです、うん、市場で一般的に使われているものよりもはるかに軽くてですね、それを非常にうまくコントロールをして、うん、まあこの制動材が塗ってあるわけですけども、そうですね、はい、それでうまくそのクロスのベンディングをコントロールをして、うん、まあ音を整えてるっていうんですかね、うん、ほとんど切れというよりは制動材のドームです、うん、そうね、切れはまあ制動材を保つための、うんうん、殻みたいなもんで、うんうんうん、でそれがまあ一つの台の特徴なのと、うん、あとはそのコーン、ウーハーの方ですね、うんうんうん、これはちょっと赤っぽい茶色のコーン、うん、まあこれは台 の, ウッドファイバーコーンですけど、ね、うん、まあこれはさすがにコンシメーカーのドイツのクルトミューラーに、うん、クルトミューラーが作ってんですか、頼んで、まあダリなりのアイデアをいろいろ入れ込んで、うん、まあこういう、まあ、木のね、うん、木質の繊維を、うん、まあ、繊維を残した格好 で、うん、そうですね、パルプに混ぜ込んで、でそれでコーンをプレスして作ってるんですが、まあね、たまにね、うん、この白いのがね、うん、傷があるよみたいなことでね、クレームが発生しかかるんですけど、これは製造的にこういうもの入ってるんで、バニラアイスクリームに黒い粒が入ってるのはゴミじゃなくてバニラですよみたいな感じなので、これはこういうものなので、これはちょっと一般的に説明をしておきたいです。これはバニラアイスの黒いあれと一緒で味ですので、これは意図的にね、そういうのをランダムに入れて強度を保ってて、はい、均質に入れてしまうと、今度はその均質な、そうですね、キャラクターが出てきてしまうので、はい、あえてランダムに散らしてるということですよね。はい、で近年は、うん、新しいモデルほどだんだんこれがね、昔のものは赤っぽかったんですけど、うん、そこ色濃くなったんですね、だんだん黒っぽく濃くなったんですよね、うん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 、でそれはやはりパルプを成形した後に、うん、まあ湿度を水を吸い込んだりしないために、うん、まあ、樹脂で乾燥させてコーティングするんですけども、うんうん、その樹脂がやっぱり近年は強度のあるものに変わってきてるんですよね、うん、なるほど、うん、やっぱり誰といえどもやっぱりその誰の範疇の中で、うんうん、やはり現代的なサウンドに対しての対応性を、うんうん、まあ、上げてきてるっていうね、うん、なるほど、まあ、ウーハーの高音質が柔らかいとたわむので、ドーンと大きい低音が入った時に、にじんだりぼやけたりしますよね、まあ、しなやかでいいんですけども、うん、今のハイレゾ系の音楽に対しては、まあ、割とドーンって言いますからね、やっぱりある程度こう、うん、追従性も、はい、そこの歪みのも減らしていきたいということですね。そうですね、はい、はい、まあそういうことでしょうか、はい、でね、あとはね、うん、結構一般的に誤解されてるんですけど、うん、このウーハーっていうからね、はい、低い音しか出ないと思うじゃないですか。これクロスオーバーって何キロですか？
まあ、モデルによって違うんですけど、2キロとか、まあ、2キロから3キロですね。そうですよね。で、テレビが夜中、放送がなくなかって、ピーって言うんですよ、ね。はい、あれが1キロなんですよ。うん、だから2キロって言うと、その1オクターブ上なんで、ピー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 くらい、もう僕の声が出ないぐらい高い音なんで、結構僕たちが聞いてる高音っていうのは、日本語はね、3キロぐらいまでしか使ってないと言われてるんで、ほぼ日本語の範囲まではね、このウーハーで出てるんですよ。そうです。だから、ウーハーが低音ユニットっていうのは間違いで、もうほぼフルレンジに近いんですよね。そうですね。うん、で、まあ、先ほどご説明をした、そのダリの特許のね、うん、SMC、まあ、低歪み磁気回路ですが、うん、あれがなんでその、他のスピーカーメーカーに、うん、比べてもですね、うん、非常にその磁気的な歪みを追求をしているかというと、うんうん、それは中音域の歪みに影響するんですよ。そうですよね、うん。だから彼らはもうそこに必死になってこうコントロールしようとしてる、ね。人間の声あたりの大事ですね。例えばこれが B&W の、スリーウェイだったりすると、うん、低音しか出ませんから、本当に。そうですね。ですから そういうその1キロ、2キロ、3キロ切っちゃってますからね。350とかですから。うんうんうん、だからその同じウーハーといっても、うん、今おっしゃられたように、うん、中音域はほとんどカバーしてるん で、 そうです、ね、そこは非常にセンシブル、ね。うんまあ、そういう特徴を含めて、うん、今回ダリを聴かせていただくんですけど、はい、まあ、その特徴的な部分も含めて音を聞いて、はい、コメントしていきたいというふうに思います。はい、はいはい、では最終的に今日聴いていくスピーカーの価格、オプティコン2マーク2がいくらですか？1本税込み9万9000円ですね。日本で20万ですね。はい、で、このフロアタイプの6が、6がですね、はい、1本18万、税込み18万1500円です。36万。もう一個上のがルビコンですね。ルビコン2が、2になりますと、こいつ、ね、今度は1本17万6000円。あ、もうこのだからオプティコンのフラー型と次のブックシェルフの値段が一緒ぐらいですね。はい、そうですね。はい、40万弱と。17万。これのフロア型のルビコン6ですね。はい、ルビコン6が、税込みで34万1000円になります。1本が。はい。一気に高くなりますね。はい。70万。はい。あ、最後、エピコン。エピコン。あ、ごめんなさい。エピコン。はい。エピコンの2がですね、1本で30万8000円。あ、やっぱり、いいぐらいにこう、オーバーラップしていくんですね。はい。で、エピコン の、 あ、そうですね、フロア型6が。はい。エピコンの6が1本。本で72万6000円。ちょうどいいぐらいのこう2倍、2倍、2倍になっていくんですね。はい。はい、この辺もね、僕は価格であり非常に巧妙というか、ユーザーの思ってる風につけてくれてて、大体オーディオ製品の価格って2倍、2倍、2倍で上がっていくのが理想なんですよ。20の次40、40の次80ってね。うん、まあそういう形でちょうどエピコアはコアの半分。でこちらのものもブックシェルフからフロア型になったら、そのフロア型が次の上のモデルのブックシェルフの値段みたいにね、上がっていくのは非常に分かりやすくて的確な価格設定だというふうに思いました。はい、で、今回ですね、聞いていく再生装置を説明しておこうと思います。はい、まずはですね、私が40種類のスピーカーの聞き比べに使ってものと同じ音源ですね。インスト3曲、ボーカル3曲。インストはですね、せせらぎ、それからエルガーの愛の挨拶、3曲目がバッハコンチェルト、そしてボーカルが1曲目がタイタニック、2曲目がダブルのストレンジャー、3曲目が玉置浩二さんの夏の終わりのハーモニーということで、まあ、3曲聴いて、そして感想を述べようと思うんですけど、これはですね、データとしてですね、エアボの今回ミュージック PC MBN-N51 というものを持ってきました。で、そちらからですね、再生ソフト HQ プレイヤーというものを使って、少しアップサンプリングしてですね、USB で SA10 のノーマル機ですね、こちらに入っていきます。で、SA10 は後ほどディスクも聞きますけれども、この SA10 から沢田さんのスペシャル改造を受けた、スペシャルモディファイされた SC7 です。はい、7マーク2に入ります。で、この SC7 マーク2から同じように、まあもう映ってますけどね、見ていただいてわかるように、この完全にキャビネットが、ボンネットが外れてしまってますけども、MA9、モノラルのパワーアンプのマーク2の沢田さんスペシャルのものに入ります。そしてスピーカーに行くと。
で、シングルワイヤリングのものはシングルで、でバイワイヤリングのものはあの全てバイワイヤリングでつなごうと。でこれもよく質問されるんですけど、ケーブル何を使ってますかということなんですけど、電源ケーブルはですね、これはあの PSE の関係であの非売となってますけれども、銀線を使ったクエストの電源ケーブルです。そしてあと接続はですね、バイワイヤリングの定期のケーブルのみ銅にシルバーをコーティングしたものを使っておりますけれども、それ以外は線はすべて純銀のオーディオクエストの結構高いやつを使っております。まあこういった装置で一つずつスピーカーを聞いていこうと思いますので、ちょっと長い時間になると思いますけど、佐田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。